皆さんこんにちは、カミキーです。今回はこちらの猫メモの作り方をご紹介します。柄の折り紙を使ったり、目や鼻に丸シールを使っても可愛くできると思います。それでは作り方です。白い面を表にして対角線に折り筋をつけます。裏返して色の面を表にして縦横に折り筋をつけます。折り筋がついたら横の線を下の方に押していって、折り筋通りに三角になるように畳みます。これで風船基本形ができました。次にこの角を下にします。そしてこの角を上に合わせて折ります。折ったところを戻します。次に上の隙間の手前のところを開いて、この1枚だけを下に持ってきます。で、この開いたところを上がこう角になるようにこのように畳みます。反対も同じように、この開いたところを閉じながら上がこう角になるように畳みます。次にこの縁に沿って折ります。次に手前のこの角を上に合わせて折ります。折ったところをこの状態まで戻します。次に上のこの隙間を少し開いて、この奥の方のここの真ん中の部分を押し込みます、中に。でそのまま手前を倒して畳みます。こちら側もこの後ろ側のこの真ん中の部分を中に押し込んで、そしてこの手前を閉じるようにして畳みます。次にこの角を折ります。
反対も同様にここを折ります。次に真ん中の部分も折ります。そして、ここの折ったところを一度開きます。次にこの上の四角の真ん中のところから下の角、ここを結ぶ線で折ります。反対も同様にこの折り筋のところから角を結ぶ線で折ります。そしてついてる折り筋でもう一度畳みます。裏返します。下の角をこの折り筋に合わせて折ります。折ったところを戻してこのついた折り筋で裏へ折ります。これで猫メモの完成です。